2022年の子供たちへ、2022年4月20日の奈良県曽爾村、山田翔平が今日の記録、今日感じたことを、お届けいたします。2022年ね、その年には、全人類の心の岩戸が開かれている世界なので、そうですよね、なんか、そう、多分ね、その頃にはね、全然わかんない世界が今ここにあると思うんですけど、今日はね、ワーの歌っていうものを作りました。ワーの歌、はい、それっていうのは実はアワの歌っていうもののひっくり返したバージョンで、ワーの歌っていうのを作りました。もう本当に2022年にはね、陰と陽が一つであるっていうことは多分当たり前の世界になってると思うんですよ。光があれば闇があるし、この世があればあの世があるし、ね、善があれば悪があるし、光があれば闇がある。これはもう一対離れることのない関係性だってことが分かっているはずなんですけども、だと思うんですよ。でも今この時代は全くそれが逆で、もうもう全部がぶつかり合ってるんですね。善と悪、正義が勝つか悪魔が負けるかみたいな、光が闇をこう打ち消して、もしくは闇が光を飲み込むかみたいな、なんかこう打ち消し、正と負だったらこう打ち消し合ったりとか、なんか打ち消し合ったりとか戦い合ったりとか、なんかこうぶつかり合ってるんですよね。そうじゃなくて、お互いがお互いに要素を認め合いながら2つで1つであるっていう世界観が多分2022年には当たり前だと思うんですけども、まあそんな中でね、まあ今この時代にすごく今流行ってる歌があって、それが阿波の歌っていう歌なんですよ。でこの阿波の歌は、ね、やっぱりこういうなんかいろいろね、難しい時代だからこそ、本当に天から光を下ろすように美しい調べとともに歌い響かせている方々がたくさんいらっしゃって、それはそれでね、本当に素晴らしいなと思って、僕も阿波の歌すごい好きでよく歌わせてもらうんですけども、でもなんかね、昨日かな、うん、人と海岸でね話をしてたら浮かんできたんですよね、この阿波の歌をひっくり返したらどうなんだろうっていう、すごい突拍子もない発想をする方がいて、それでなんかあんなこと初めて思ったと思って、で作ってみたんです。だからその簡単に言ったら阿波の歌を逆から読んだんですね。最後シータラサヤワで終わるんですけども、そのワヤサラタっていう風にこう下から逆に読んでいく。だから言うたら阿波の歌っていうのは本当に天からこの地に下ろしてくる感じの歌で、言うたら神の世界と人の世界のコミュニケーションの歌が阿波の歌なんですけども、その阿波の歌をひっくり返したらどうなんだろうっていうところをやってみたんです。うん、まあ、簡単に言うとね、阿波の歌っていうのは神様と人間のコミュニケーションの歌で、神様から人間に思いを伝えたいんだけれども、なかなかそのままストレートには伝わらないから、神様がこう次元を下げて人間が伝えられる、人間に伝わるような要素を通してこう伝えて、人間が一番受け取りやすい現実的なこうところ要素から受け取っていって、やはり割と最後は高次元のところで神様からのつながりを感じられるようになるっていう、その一連のコミュニケーションの歌なんですけども、その阿波の歌で最終的にはこう人間がここでしっかりと受け取って、それで循環するっていう流れなんですが、このね、逆から読んだらどうなるだろうっていうことでやってみました。そしてもともとね、阿波の歌、僕が
歌い響かせている「いやさかの歌」っていうのがあるんですけども、その「いやさかの歌」のメロディーに乗せて「あば歌」っていうのを今までも作ってたんですね。それがどういう歌かっていうと、ちょっと阿波の歌にちょっと一部分歌詞を加えて作っている歌です。それが雨土結ぶ赤花ま息にひめ雨土結ぶ赤花ま息日にあれ息日にあれ、なんかその和の歌に慣れすぎちゃって、なんかこう間違える曲じゃなかったんですけどね。雨土結ぶ赤花ま息日に見ゆくふぬむえけ、いやさかいやさかいやさかさ、ことむけやわすその調べ、へねめおこほのもとろそよ、いやさかいやさかいやさかさ、おてれせえつるすゆんちりしたらさやわあわのうた、いやさかいやさかいやさかさ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 、っていうのが阿波の歌いやさかバージョンなんですけども、これをひっくり返して反転したらどうなるかっていうところをやってみました。和の歌、阿波の歌、阿波をひっくり返したんで和になりました。でなんかそれはもうごちゃごちゃした人間臭い感じのなんかこうカオスな感じをすごい表現したくて、命の躍動とかそういうことをちょっと歌ってみました。いきます、和の歌、歌えるでしょうか。命の音は和やさらた、いしりちんゆするつえせれ、いやさかいやさかいやさかさ、手およそろとものほこおめ、大地もろとも響きあい、いやさかいやさかいやさかさ、ねへけえむぬふくみにひ、きまなはかわのうた、いやさかいやさかいやさかさ、いやさかいやさかいやさかさ、いやさかいやさかいやさかさ、いやさかいやさかありがとう。っていう感じで、阿波の歌の対、阿波の歌から天から受け取ったならば和の歌で天にお返しするっていう、その循環を、阿波の歌があれば和の歌がある、この対を伝えたいと思って、今日めでたく完成いたしました。阿波の歌って本当に素晴らしい光の歌だと思うんですけども、阿波の歌を作ったことで本当に素晴らしいと思ってた自分がいたんですけど、でもそれでも実はこのね、この世界、この闇が多い世界を何とかしようと思う願いが阿波の歌という光の歌を作ったと思うんですけども、でもそれもまた一つに偏ることになるので、そのなんつうのかな、もう2弦2つで1つ、もう言うたらこの合わさったものを含めて3つで1つなんですけども、なんかそのね世界観を表現したくて、作りました。一応こんな風にちょっと草場さんの絵をちょっと勝手にお借りして、まあ、個人的に使うつもりなんで、こういう感じで鳳凰と竜でね、上から下ろしてきたものを下から上げるって感じで陰陽が統合された、絵を作ってみました。まあ、そんな感じでね、阿波の歌、和の歌っていうものが完成したことを、ちょっとね、2022年のみんなにも聞いていただきたいと思って、YouTube を、配信しました。そうですね、なかなか
YouTube をやろうやろうと思いながらなかなか出す勇気が持てなかったんですけども、それこそ本当に何だろうね、自分が言ってることがね本当に今の時代の人たちに受け入れられるかどうかなんていうのが分からなかったもんで、なかなかそこを気にしてやれなかったんですけども、とにかく今この YouTube っていうのは、2022年の、皆さんに向けてお届けしておりますので、まあ200年前はこんな世界だったんだっていうことをちょっとこうなんかこうもうすごい200年前のストーリーですよね。200年前のリアルな日常っていうのを、聞いていただいているので、まあ、そう思ったらなんか面白いんじゃないかなって思って、本当にさりげない何気ない日常ですけども、まあとでもちょっと今回はねちょっと自分の中で伝えたい思いがすごくあったので、泡の歌と和の歌、お届けいたしました。こうやってね、今のねこの2022年はまだ分離が当たり前の世界でも、ここから統合に向けて歩みを進めていこうとしている、まさにそのタイミングだということ、ちょっとね知っていただけたら嬉しいなと思います。ここからね本当に今日は多分本当にその2022年の皆さんに送る、YouTube の始まりの日になりますので、ちょっとドキドキしながらも、録画してみました。また続けていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。やさかー、わっしょい。